久保さん、長編でしたね、長編。<laughs> 久しぶりの長編ビデオですねで。今回ね、20万文字の答えにしましょうか。うん、久保さん、17人来まして、1万文字書いた人が。<laughs> まあもちろん1万文字以上ね、書いてる人もいるんで、まあ、約20万文字ぐらいは集まったかなっていうところなんですけど、まあ1問1問全部、まあ今日、あの、なんだ、合否を発表するんで、 今日ね、しっかりと一人一人読み込みますけど。いやー、すごいですね。僕もびっくりしたんですけど。<laughs> 僕ね、あの、5人ぐらい来たらいいなと思ってたんですよ。もしかまあ、ロの可能性もな,な,なきにしもあらずと思ってたんですけど、まあまあ、想定は5人ぐらいだったんですけど、1万文字なんで。なんで、想定の3倍ぐらいか。3倍以上来ましたね。ちょっと意外でした。さすがに。<laughs> いや僕も17年ネットビジネスやってますけど、 今までいろんなことやってきましたけど、さすがに、この、これはないですね。一般で、こうやんのまあ、裏でちょいちょい1万文字やってたんですけど、それは一般向けじゃないので、うん、一般のこの、あれで、こんだけ来たっていうのはね、ちょっと意外でしたね。うん。 で今回ね、そのアンケートを書いてる人の中で、あのもうニックネームがもうなんか初めて、人生で初めて1万文字書けましたみたいなね。<laughs> まあ結構そのなんだ、久保さんが言うりそり、そのアンケートの中で、なんだろうな、もう書いてるこの、もうそもそも1万文字なんか人生において絶対書かないじゃないですか、多分だからその、絶対やらないことを今やって、それをやり遂げた。 一つの、やっぱこれ、みんな自信がないって言うんですけど、なんか、結構な割合で、自信つきましたって書いてありましたね。それはそうですよね。やったことがないことをできたわけですから。普通やらないだろうし。うん。でもね、その1万文字のアンケートは書かないかもしれないですけども、なんだろうな。僕、セールスレターとか何十万文字書きましたからね、昔。昔の久保さんの塾のセールスレターなんかは、多分ね、10万文字ぐらいあったと思いますね。 最終的には。おそらく <laughs>。ただまあ僕はまあね、まあアンケートじゃないですけど、その例えばステップメールもね、トータルであのー、マックス長いステップメールなんか僕、1ヶ月分ぐらいのステップメールで売り込みのやつあったんで、それ10万文字ぐらい書いてる、余裕で書いてると思うし、だからまあなんだろうな。 まあお客さんにとってはね、初めてのことかもしれないですけども、まあ普通になんかステップメール書くとかセールスレター書くとかだったら一番文字なんか書くんで、そう。まあなんか、やったことがないことをや、やれた、やった、一つの自信っていう。なんか、千里の道も一歩って、なんか、にやって、やって、 自信ててだからやらないからずっと自信つかないしやらないからずっとやれないしって話でうんだ千里の道も一歩もいつもの同じ道を一歩歩くのかそれとも違う道を一歩歩くのかこの一歩も全然違うと思うんですよでも違うことをもし一歩踏み出せたとするならば自信になるだろうしただ、うん、同じ一歩だったらあんま自信がつかないと思うんですよね、うん例えばその 会社に行くっていう行動、まあ一、一歩踏み出してね、会社に行くっていう行動をしたとしても、まあ、も自信になんないじゃないですか。いつもと同じ一歩なんで。でも、それが、なんか今日、初めて YouTube 一本撮ってみたっていうね、同じ、その、新しい、なんか一歩踏み出したっていうフレーズだけども、違うことをやったんだったら、なんか自信つくんじゃないかなと思うんですね。日本は何だろうな。 ハローワークで月収100万っていう給料を出してるところがないのでネットビジネスで月収100万稼ぐって稼ごうとしてるってことはまあ違うことじゃないですか,だか違うことをやらないといけないし違うことをマスターしていかないといけないのでだから何だろうな違いをもたらす違いっていうのは、まあ、今回のアンケート結果、まあ、から見ると ま、人生でやったことがないことをやってみるっていうもうその時点で違いじゃないですかね <laughs> その時点で僕もそう,そうなんですけど、ね、常になんか違うことをやるっていうそうだから今年はは挑戦ですねアンケートに関しては1万文字っていうのは去年は去年までは1000文字っていうのはねあったんですよ 1000文字は結構何回かやってきたんですけど、去年まではね。でも1000文字がいきなり10倍ですからね。いきなり10倍なんで。1000文字のアンケートは40、マックス45ぐらいか。1000文字は45ぐらいいましたね、去年か、おととし。まあ1000文字45人もまあまあ多いとは思うんですけど。うん、まあ一万文字17人もまあまあ多いですね。すご濃いですね。うん 逆になんか売りたい商品売れそうだなっていうのは少しちょっと感じましたね、うん、本当に自分が売りたい商品がこう売れ始めるかなっていう、うん、そうまあ昔はねそのなんかジェームス・スキナーの違いをもたらす違いの話を聞いて、まあ、言葉を聞いてねよくわかんなかったですけどまあ昔は昔なりの解釈があって今は今なりの解釈があるんですけど まあシンプルにね、シンプルに言ってしまうとやっぱ違うことをやればいいんじゃないかなっていうね。<laughs> 違うことをやるから違う結果が得られるっていう。まあ当たり前なんですけどね。違うことをやるから違う結果を得られるっていう。<laughs> 毎日会社に行ってたらね、その毎日会社に行くという結果しか得られないんですけど、今日新しいこと、YouTube やってみるっていうことをやれば、まあ新しい結果出るじゃないですか。う 僕自身も、なんだ、YouTube やってますけど、本数は明らかに他の人と違うわけですよ。だから、本数を明らかに違うし、いろんな動画アップしてるので、他の人が得られない違い、結果、得てます。うん。ですね。まあ、やれば、やればいいのにね。<laughs> <laughs> でも違いをもたらさないと無理っすよね多分ねうんやっぱ今の会社をずっと働いてて月収100万もらえるかっつったら多分結構難しいと思うんですよねうんまあその勤めてる会社によっては分かんないですけどまあ多分難しいと思いますよねうん多分30年40年頑張ったとしても 100万もらうっていうのは、給料で100万もらうのは、かなり難しいっすよね、うん。まあ一般的なその中小企業とかね、まあ基本的に中小企業の方が数多いですから、大企業、トヨタに勤めていても月収100万もらうって結構きついと思いますけどね。もう一部の人だと思いますよ、うん。まあネットも月収100万稼げるのは一部の人なんですけど、可能性で考えたら、 可能性で考えたら僕ネットの方が可能性高いと思いますね、うん。だってそもそも久保さんが40歳からトヨタに就職できるのかって話ですよね。<laughs> ね久保さんが40歳から転職活動して今まで履歴書マージャン店の親父でしたみたいな履歴書で大企業に就職できるのかっていうそもそも論ですよね。 それも難しいじゃないですか。マイクボさんがね、その、YouTube に面接ねえよみたいな話で、おもまあ、面白いな、確かにな、みたいな。確かに誰でも始められるっていうね。その面接がないですもんね。すごいいいっすよね。うーん。だからだ、誰でも始められるんで、もうま、まず、チャンスは誰でもありますよね。基本。 でもその大企業に就職できるチャンスっていうのは誰にでもないですよね。面接に受かんないといけないし、筆記受かんないといけないだろうし、誰でもっていうわけではないですよね。でも YouTube は誰でもできるわけですよね。<laughs> ってなると可能性は絶対こっちの方がありますよね。うん。そう。だからまあ、まあそうは言ってもみんなやらないですからね。だからこそチャンスだし、みんなやらないからね。 やれればそれだけで違いまああの今ロシアでやってますけどね、まあ、動画撮ったんですけど僕ロシアのニュース最近見るんですけどなんかもうね子供もも結構亡くなられてて。 あそこに住んでたらね、チャンスもクソもないし、YouTube がどの子のも,も言ってらんないだろうし、ネットビジネスで稼ぐとかね、自由とかね、なんかそういうこと言ってらんないじゃないですか、あそこに今住んでたらね。だから今ここに生まれてること自体が違いなんじゃないかなっていう。もはや。もはや日本に生まれてること自体があなた違いをもたらしてますよ、みたいなね。<laughs> そう思いません久保さん。あそこに生まれてたら、 無理っすよねネットで稼ぎましょうなんかねなんかそんな悠長なこと言ってらんないしできないし今ねシェルターで生活してる人結構ねほとんど多いっぽいですけどだからそれを考えると日本に生まれたちっていうこの平和な国に生まれたっていうことその違いだけでも平和という結果をもたらしてるしまあ今後はどうなるか分かんないですけどね いやでもね僕ね、ロシアがね僕核,だ核爆弾これ投入するんじゃないかなって思うんですよね。だってもう行き場なくなるじゃないですか、ロシア。で行き場なくなって、多分そのプライド、プーチンのプライドがね多分許さないと思うんですよ。であどうせもう,もうね年も年なんで、なんかもう投げやりになりそうだと思うんですよ。で投げやりになってね、あの核打ってねもうもうとりあえずもう俺も死ぬし。 みんなで破滅しようみたいな <laughs> これ、もうどえらいことになるんじゃないかなっていうのね、まあ、ロシアがどれぐらいの核の量を保有してるのか分かんないですけど、まあ、みんなね、一斉にね、なんかそのなんかい,じめいじめっ子を一斉にいじめるみたいないじめっ子を全世界でいじめるみたいな状況じゃないですか、今。これは、その。 全世界にね、ロシアが書く、ブワー打ってね、もう、どうにでもなれって言ったら、これ、やべえんじゃないかなと思いますけどね。うん。まあ、もう、なんだろうな、その、プー、多分,分、わかんないですけどね、もう全部わかんないですけど、多分、プーチンの一言次第じゃないですか、多分、ロシアって、どうなのか。まあ、他にもその、まあ、決定権が多分、プーチンだとは思うんですけど、プーチンが行け言うたら、行くと思うんですよね。ただから、もう、プーチン次第みたいな。 プーチンが投げやりでも、ロシア潰れてもいいよみたいな。もう、もう、もうせロシアも潰れるから、お前たちも潰れろみたいな。なんかあの、もう地球壊せみたいなね。もはやもう地球壊せみたいなね。<laughs> いや、これ結構僕、やばいんじゃないかなっていう。で、これ一発でも核撃ったら、ね、今この21世紀でロシアが一発でも核撃って、ね核、核爆弾どっかに落としたら、 多分またそれでも一斉攻撃じゃないですか。でも一斉攻撃される前に一斉に各また全世界にぶっ放すみたいな。これ本当になんかすげえことになるんじゃないかなっていうなんかね、なんかあの思ったりしますねうん。本当になんか何があるかわからんなと思いますね。人,あの人生もそうですし。 まあそのコロナもそうでしたし、まあ、コロナもね、今、ちょっとロシアのニュースばっかなんで、コロナ、あれでな、少なくなってると思うんですけど、まあ、コロナもね、まだまだあるし、でそのコロナ中、このロシアのこの戦争ですし、いや、本当、怒涛ですね、もういろいろこの数年で、なんかいろいろ変わるんじゃないかなと思いますからね。まあ、ただ一つ言えることは、何があるかわからないけど、今、今日も生きてるってことですね。 そ,うそして今日も、まあ、あのお電気代が必要っていうねなんかロシアもガス代がすげえ上がっててねなんかニュースでもやってましたけど今日寒今日も寒いんでね暖房ガンガンにしてるんですけど電気代かかりますねうんまあ事実としては今日も生きてるっていうねで今日も生きていて今日も何かできるってことですねそして僕は今日もまた久保さんに動画を送ってるっていうね また1本増えましたね。これで。違いが <laughs>。いや、億万長者シリーズもいつまで続くんですかね。本当にな、何本になるんだろうな。まあ、あと2、30年はやると思うんですよね。久保さんがあと30年後だったらなんだ ?80 歳か。80歳になってもやってそうですね。ね、久保さんね。<laughs> 何本になるんだろうな、トータル。すごいっすね、これね。 いや、これはね、まじね、違いですね。<laughs> 他の人ができない違いですよね。億万長者シリーズだけで、ね、まあ、優に1万本は超えると思いますし、トータルで。うーんまあ、あの、なんか、久保さんがね、なんか、すごく、思いますよ。当時ね、僕は裏方で久保さんのコメントを読み上げててね。 その久保さんと今こんなやり取りをしてるっていうのはね0.1ミクロも想像していなかった未来が今訪れてるっていうねそして永遠のやり取りっていうもはやもはや多分永遠にやり取りすると思うんすけど <laughs> いやーあのコメントなんか変なコメント書いてる人とね変なやり取りずっとすんのかみたいな <laughs> なんか何なんでしょうね、うん これあれですもんね。あの、エホバの商人の動画がきっかけですもんね。その不思議ですよね。あの、多分エホバの商、だって久保さんとそもそもあんまりそこまで絡んでないですもんね。そもそも。うん。なんかあの、エホバの商人きっかけですね。あの動画でなんか、何があるか分かないですね。 エホバの商人さんはイエス・キリストに僕誘導したかったいぽいっていうかまあそれがお仕事なんであれですけど久保哲郎を久保哲郎を結果的につなげたっていうね <laughs> まあ何があるか分かんないですね、はい、まあとりあえずまあなんだ違うことやればいいじゃないですか <laughs> 違うことやらないと違いは生まれないってことですね 当たり前なんだけど行ってらっしゃい